ガルフストリームエアロスペースは1958年創業のアメリカ合衆国ジョージア州サバンナを拠点とする航空機メーカー G550 をはじめとするビジネスジェットを製造1999年により防衛コングロマリットであるジェネラルダイナミクスの参加となるガルフストリームと名付けられた最初の飛行機は総発ターボプロップのグラマンガルフストリーム I であった このプログラムの成功により、総発ジェットのグラマンガルフストリーム2の開発が行われることとなる。1978年、グラマンはガルフストリーム事業を担う子会社であるグラマンアメリカンの社名をガルフストリームと改め、アメリカの事業家で事前活動や競争場のブリーダーとしても知られるアレン・ E ・ポールソンのアメリカンジェットインダストリーズに売却。ポールソンはさらに、 ロックウェルのエアロコマンダー事業を買収し、現在のガルフストリームが誕生した。1985年、クライスラーはガルフストリームを買収したが、ポールソンは依然としてガルフストリームに止まった。そして数年後、ポールソンは著名な投資家であるセオドア・フォーストマンや同僚と共にガルフストリームを買い戻した。あまり知られてはいない事実ではあるが、ポールソンの支配下において、 ガルフストリームは、同社歴史上唯一の小型ビジネスジェット機の開発を行っている。ほとんどポールソンの個人的なアイデアから始まった、その小型ジェットは、ペリグリーンと命名された。トフ731から2エンジンを装備した単発機で、現在の VLJ に該当する大きさであった。しかし当時は、タービンエンジン単発機に対して市場は、懐疑的で、 試作機は製造され実際に飛行したものの量産に踏み切るだけの受注は得られなかった。1999年、ゼネラルダイナミクスは投資会社ホーストマンリトルからガルフストリームを買収した。さらに2001年、ゼネラルダイナミクス社はイスラエルのギャラクシーエアロスペースを買収しグループに加えた。ギャラクシーアロスペースはイスラエルエアロスペースインダストリーズ IAI の 子会社で G10 レイ及び G200 として販売されている機体の製造、販売を行っていた。もっとも、ギャラクシーエアロスペースの資産は、米ロックウェルから購入した、Z コマンダーの製造販売権を元にしており、右与曲折を経て、米国企業の手に戻ったとも言える。そういった企業成立過程のため、g 百五十、G20 零と g 五十、四百五十 500、550とでは、設計や装備品の選定などで共通性が見られない。2015年、ロッキード・マーティンは、アメリカ空軍の J ストアーズ・リキャピタリゼーション、プログラムを低リスク、低予算で提供するために、レーセオン及びボンバルディアと提携を結んだと発表し、E-8 の後継軍容器のベースとなる機体に、ガルフストリーム社のビジネスジェットを元にした。 改造案が提案されている G20-01 航続距離は各飛行機ごとにメーカーが設定した条件をもとに記述してあります。ありがとうございます。